何なの、何なのこの感じ、この何度も何度も胸を打つこの感じ、思ったよりもどん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 胸を打つこの感じ、もしかしてこれが恋？違うわよ、それは太鼓の達人のうまいやつよ。恋じゃなくて太鼓の達人のうまいやつ。太鼓の達人の難易度の高いのは、難しくするためにやたらめったら連打させてくるの。もうそこには情緒も音楽性もないわ。叩いているのがメロディーなのかリズムなのかもわからなくなる。これが太鼓の達人アレンジよ。そうね、スーパーで流れているシンセで弾くくれないや、お正月のしゃぶしゃぶ屋で流れているキャンニューセレブレートのおことアレンジみたいなものよ、よしこちゃん。そんなことない、これは恋よ。おしゃれな時計台の前で待ち合わせて、今夜街を抜け出す恋人たちのように、私もいつかこの街を出るの。よしこちゃん、それおしゃれな時計台じゃなくてロードサイドにあるすき家よ。おしゃれな時計台じゃなくてロードサイドにあるすき家。そう、すき家はどうやら横浜発祥なのを売りにしているらしくて、ちょっと広めの店舗だと横浜の開港記念会館の時計台みたいなのつけてくんのよ。成功って書いてんのよ。すき家はなぜかめちゃくちゃ押してくんの、横浜を。壁も赤レンガだし、丼も横浜って書いてあるから。すごいでしょ、誰も気づいてないの。深層心理に訴えかけてきてんのよ、すき家は。違う、恋よ。私これで終わるって思ってもまだ先があって、毎回驚いてるの。この恋に終わりはないの。よしこちゃん、それはあなた現代ビジネスとかの6ページくらいあるインターネットの記事のせいよ。6ページくらいあるインターネットの記事のせい？そう、インターネットの記事はなぜか1から4ページまであると見せかけておいて、5、6ページもあることが多いの。なぜだかさっぱりわからない。1ページ目に戻ってみると6ページまであるように書いてある気もするの。この現象は未だ解明されてないけど謎なの。私も自信ないのよ。ねえ、この現象は何？私が病んでるの？それとも現代ビジネスが私に嘘をついてるの？どういうこと、よしこちゃん。私は今何を言っているの？